こんばんは。サッカー J2 のファジアーノ岡山はアウェーで長崎と対戦。風が勝負の行方を左右しました。台風の接近で強風が吹いたおとといの長崎。ファジアーノは前半コイントスで風上を選択します。追い風を受けて攻めるファジアーノは前半6分、ゴール前のクリアボールを32番片山がシュート。13番久保がコースを変えて長崎ゴールに突き刺します。後半戦好調な久保の今季4点目で早々にリードを奪います。しかし後半は1点、風下に立たされたファジアーノは長崎の猛攻に遭います。高さのあるフォワードを次々に投入し、長崎が押し続けるとついに後半43分に同点。先制点の後、追加点が取れなかったことが重くのしかかります。それでも後半アディショナルタイム、今季初出場2番沢口のクロスから9番新田が決定的なチャンスを迎えますが、この日はヒーローになることができず、シュートわずか4本とゴール前の迫力にも欠けたこの試合、勝利をもぎ取るプラスアルファが求められます。まあ、点取れたことは良かったですけど、まず2点目3点目取れるようにしていきたいと思います。残り7試合でキープするんではなくてもう一段上げないと昇格というものを実際につかみ取るのは難しいのかなと思いますね。スポーツはサッカー J2 のファジアーノ岡山です。 J1 昇格へ正念場が続く5位のファジアーノ、おとといはアウェーで13位のビファーレン長崎と対戦しました。ここ3試合勝ち星なしと苦しい戦いが続くファジアーノ。攻守の要フォワード押谷とディフェンダー後藤を出場停止で欠く中、久々の勝利を目指しました。ファジアーノは前半6分左サイドから攻め込みます。右足でクリアボールを片山、これはゴール前にいた久保が懸命に右足を伸ばしていました。アウェーの岡山が先制しました。ファジアーノが先制します。しかしその後は追いかける長崎に主導権を握られます。クロスが入ってくる。シュートはファジアーノの3倍以上。それでも懸命の守りでしのぎます。ゴール前、シュートを打ったんですがブロックに阻まれました。しかし終了間際の後半43分、ヘディング長崎同点。ついにゴールを決められ逃げ切れませんでした。白星が遠いファジアーノ、下位チーム相手にまたしても引き分けです。自分たちの力を残り7試合でキープするんではなくてもう一段上げないと昇格というものを実際につかみ取るのは難しいのかなと思いますね。試合開始早々に先制しておきながら追いつかれたというのは、ね、非常に悔しいところでありますけれども、残り7試合なんとか頑張ってほしいですね。勝ってほしいですね。順位表です。ファジアーノの順位は前節と変わらず5位、引き続きプレーオフに進出できる6位内につけていますが、7位の千葉との勝ち点差はわずかに2、上位争いは混戦となっています。次の試合は今月11日アウェーの前橋市で18位のザスパー草津群馬と対戦します。